地球上で200万人クラスの都市で年間積雪量が6メートル近く降る都市っていうのは札幌しかないんですよつまり地球上に札幌しかないっていうインフラのと人口と除雪環境がある世界一のインフラがあると言っても過言ではないような都市なのにもかかわらず札幌市に来るクレームの第1位は除雪関係だっていう話を聞いてその 矛盾というか、えー、にすごく驚いてきっと雪がないっていうことを前提にみんな考えるようになっちゃったのかなと思ったんです昔の人はきっともっと雪があることを受け入れていて諦めついていた部分だったり雪とともにその不便を受け入れて生活していたのが現代は除雪が上手になれば上手になるほど ないものを前提で生活ができるようになってきてあたかも東京と同じような生活を冬にもできるっていう前提になっちゃったのかなあるべきままの札幌の価値観を伝えたいなっていうことがその活動の一つに含まれたんですねで、その活動の中で出てきた言葉が最初は、えー 雪に対する知識とか知恵、えー、全般のこと降雪地域に住む我々の知恵とか知識全般を食育みたいな感じで「節育」っていう言葉を使って広めていったらいいね。ある時にこれ耳で聞くとピンとこないねって話になって「雪育く」の方がいいねって話になって「あそれもっといいね」ってことになって「雪育く」っていうのを広めようと。えー、今は小学校とか 中学校とかの保護者 PTA の方たちに呼んでいただいてで雪行くについてのワークショップみたいなことをしたりとか講演会みたいなのを呼ばれてお話をさせていただくような機会があって野菜を中に雪の中に入れて貯蔵するっていうのも雪行くですし冬道の歩き方を気をつけて垂直に足を下ろす本種の 雪のない人たちがスルスル転ぶのに対して札幌の人たちは何も転ばないっていうのは雪道の歩き方を知ってるこれも雪行くですしこういったことを含めて雪と共に生きる辛さをも受け止めるけれども効率いい方法だったり。 あとはより積極的にアクティブに生活したり、その雪を楽しむ考え方、捉え方を変えるっていうことの知恵も。雪行くかなと思うんですね、うん。その雪行くをどんどんこうお話をして広めていくときに。あの、僕の中で一つ見つけたのが、えっと。雪仕草っていう言葉もあるのかなって。 思ったんです江戸しぐさみたいな言葉をあのどこかでインターネットかなんかで見て行きだななんんてて思ってたんですね江戸しぐさってでそういえば札幌も雪しぐさってしてるなって思ってでその雪しぐさっていうのは例えば我々あの思いっきり雪降った後歩道とか道が一本しかない経験するじゃないですか。 これは雪降った人にしかわからない話です降雪地域の人しかわからない細い一本道から前から人が歩いてきたときに自分が埋まってその人を通してあげたりすることって誰もがしたことあると思うんですよねそれって雪しぐさの粋な行動なのかなと思うんです車が埋まったりとかしてスリップして出れなかったら何も気にせずに人が集まって車を後ろから押したりとか そういうい降雪地域で困ってるからこそ思いやる心っていうのが表面化するっていうのがすごく魅力的で,でこの「雪しぐさ」っていう言葉も合わせて広がっていけばあの札幌はそれこそおもてななしの街であるなと相手を思いやることを行動で表しやすい不便だからこそ表しやすい。雪行くアートって勝手に僕が呼んでる活動なんですけども。 あの家の前に雪積もるじゃないですかどうしてもで家の前に積もった雪をお簡単に、えー、アート活動というかんでしょうね白いキャンバスと見立てて例えばスコップで順番に雪を捨てていくとこれだけで階段ができる。でそれを写真に撮ってインスタに上げたりとかしてでそれをいちいちテーマをつけてやったりとかするんですね。朝1雪かかきした後にちょっっと作ってから 仕事に行って帰ってくるとあの通学路なんで子供たちが壊してたりするんですよ。で壊した形で完成かなと思うんです。そこにコミュニケーションが生まれるんですよ。僕がそれをやらなかったら子供はそこで壊さなかったわけでそこで子供と僕が時間を別にしてコミュニケーションしてるんですよね。 その朽ちていく様もまた糸おかしみたいなそのわびさびじゃないですけどそういうのも含めてやると壊されたこともイライラしなくなってくるんですよね。あ誰かがこれに関心を持ってその人の人心が動いて何かをしようと思っったんだっていうことがまたそのコミュニケーションにもなっているしそれやる人が札幌にすごく増えたらすごくいいのになぁなんて思ってますね。